ちょっとね、慣れるまでね、時間がかかることもあるんですけれども、これまで見にくかった手元がはっきり見えるようになってですね、読書の時なんか最適よ。どうも、コンタクト社長吉田忠でございます。さあ、定番の企画、コンタクト社長おすすめコンタクトレンズの紹介の時間がやってきました。待ってました。まあ、紹介の前にさ、最近 D 家で何してたの？最近僕は動画見てることがやっぱり多いですかね。あ、動画とかもさ、意外と最近こうスマホでこうやって見ちゃってない？あ、そうですね、スマホ多いですね。ね、せっかくでっかいテレビ買ったと思ってね、企業の方がこんなに薄くテレビしてくれたのにね、寝転びながらこれが多いよね。確かにそうです。最近私漫画も読んだらインスタでも上げてたと思うんだけど、こうジェッツのシーズンも始まるし、バスケットのこう紅葉を高めとこうと思ってね、前回一気見しましたよ、休みの日にステイホームでスラムダンク、好きですよねスラムダンク、大好きだ、断固たる決意とかね、はい、でスラムダンクつながりでね、今度こんなのも買っちゃってね、スラムダンクロングとか、ね、なんかスラムダンクだけ漫画だったんで、でもこうやって読んでるうちにこうやって、あ、なんかちょっと手元こうなっちゃうんだよね。老眼ってやつですか？来るね今日も。まあ44歳なので、はい、あのふとした仕草にやっぱこれが入るんだよね、ピントが合わなくなってきて、手元がうーんってのがね。そんな老眼などに悩む方におすすめしたいのが遠近両用のコンタクトレンズなんです。今回ご紹介するのは、お試しした 94% の方が見え方に満足したコンタクトレンズでございます。それでは行きましょう。紹介するレンズはこちら、ワンデーアクリルモイストマルチフォーカルです。こちらの商品はジョンソン&ジョンソンさんから発売の言わずと知れたコンタクトレンズの大人気ブランド、アキビューの遠近両用のコンタクトレンズとなっております。遠近両用のコンタクトレンズとは、1枚のレンズに近くを見るための度数と遠くを見るための度数が入っているコンタクトレンズです。レンズの中心部が近く用、レンズの端に行くにつれて遠く用の度数になっています。171のパターンの異なるレンズ設計から、年齢とともに小さく変化していく瞳孔の大きさに合ったレンズで、近くも遠くも自然に見やすくなっています。また裏表を判別するためのマークがついているので、コンタクトレンズ初心者にもおすすめです。レンズに閉じ込めた保湿成分 PVP によって、一日中潤いのある快適で優しいつけ心地が続きます。さらに柔らかなレンズ素材なので、目に自然に馴染み違和感を少なくします。これ私も使ったことがあるんだけど、すごくいいよ。ちょっとね、慣れるまでね、時間がかかることもあるんですけれども、これまで見にくかった手元がはっきり見えるようになってですね、読書の時なんか最適よ。今回はアキビューの遠近両用コンタクトレンズ、ワンデーアキビューモイストマルチフォーカルを紹介しました。概要欄に URL 貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは素敵なコンタクトライフをお過ごしください。ということで今回はここまで。この動画に満足いただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは素敵なコンタクトライス、ちょなんだよ、ライスになっちゃって、今度お過ごしくださいよ。意識しちゃったよ。ああ期待通り、今日もいいおまけ動画ありがとうございます。今日も期待通り、はい。